はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はねこちら東京ディズニーリゾートにいるんですけれども、本日はですねディズニーシーとディズニーランドの中にありますミッキースポットというものをですね探していこうかなと思います。ちなみにですね今回は35周年のイベントで出現しているので、そのミッキースポット自体もですねランドとシー合わせると35種類ございますということで、本日はですねその35種類のミッキースポットを探すんですけれども、しかもですねもうヒントなしで探していこうかなと思います。まあ、もちろんね、まあ、結構インパしてますので大体の位置はね把握してるんですけれども、一応ね全部で35個あるかどうかはね数えたことはありませんので、今からね本当に35個あるのかというのを確認していこうかなと思います。それではまずはですね東京ディズニーシーから探していきたいと思います。
はい、ということで、本日はですね、ディズニーランドとディズニーシーのミッキースポットを確認していきましたけれども、本当に35種類ありましたね。いやでもね、ヒントなしで行きまして、まあ、結構ね曖昧だったんですよね。もういつも素通りしてましたからね。なのでもう35個全部ね見つけられるかどうか不安でしたけれども、まあ、大体3時間ぐらいでね見つけることができましたので、まあ、一応この動画ね確認して、皆さんもですねミッキースポット35種類探してみてください。はい、あとですね、メモリーメーカーっていうジョマジがね前ハピエストサプライズでもらったね、ミッキーの形したものを使えばですね、そのミッキースポットに行くとですね、そのメモリーメーカーが喋ってくれますので、そういうものもね持ってるとね、なお面白いんじゃないかなと思いますので、ぜひそれを持ちながらですねミッキースポット全部探してみてください。35周年限定ですからね。はい、ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。ジョマジでした。バイバイ。